西澤ロイの5 minutes English。 Good morning everyone。 こんにちは、イングリッシュドクターの西澤ロイです。 5 minutes English。 このコーナーは朝の5分間で気楽に、そして楽しく英語のポイントを一つ学んでしまうというコーナーです。毎回面白い、もしくはびっくりするような海外のニュースをご紹介しておりますが、今回のニュースはブラジルからです。マリアさんとパウリーナさんという双子の姉妹が誕生日を迎えました。お祝いとしてそれぞれ淡いピンクのドレスと淡い青のドレスを着て、頭には花で編んだ冠をかぶり、記念の写真をたくさん撮ったのです。さて、一体なぜそれがニュースになっているのかというと、二人の年齢がなんと100歳だからです。以前日本でも金さん銀さんという双子の姉妹がいらっしゃいましたね。いやー、すごく懐かしくなってインターネットでいろいろと調べてしまいました。気になった方は金さん銀さんのことをぜひチェックしてみてください。もちろん、今回のニュースのマリアさんとパウリーナさんの素敵な写真も一緒にチェックしてみてください。さて、マリアさんには子供が5人、孫が12人、そしてひ孫が7人。パウリーナさんには子供が6人、孫が19人、ひ孫は16人。さらに2人には兄弟もいまして、もう人数が多すぎてわけがわかりませんが、家族で行った誕生日パーティーには100人以上が参加した模様です。このニュース記事の英語のタイトルは Twin Sisters Celebrate Their 100th Birthday with Whimsical Photo Shoot in Brazil. Twin Sisters Celebrate Their 100th Birthday with Whimsical Photo Shoot in Brazil. ブラジルの双子の姉妹、風変わりな写真撮影で100回目の誕生日を祝う。 ABC のニュース記事からご紹介しました。今回のニュースで登場した2人は双子。そのあたりの英語表現について今回は取り上げてみたいと思います。まず双子のことを英語では Twins と言います。発音をカタカナのツインにぜひ引っ張られないようにしてください。そして双子は当然二人、つまり複数ですから、twins のように複数形にします。では2回リピートしてみましょう。twins, twins。次に双子の姉や妹がいますという言い方です。この場合には、I have a twin sister。兄や弟なのであれば、I have a twin brother。 このように言ってください。この場合の twin は双子のという意味の形容詞になりますので、 z はつけませんよ。 twin sister、 twin brother、 このように言います。ではリピートしてください。双子の姉や妹、 twin sister、 twin sister。 次に双子の兄や弟、twin brother、twin brother。 では次に三つ子です。三つ子となると triplets のように言います。 T-R-I-P-L-E-T、 それに複数形を表す S をつけて triplets。 この TRI というのは3を表す接頭辞なんですね。例えば triangle、 カタカナで言うとトライアングルですが、三角形のことですよね。ということで三つ子は triplets と言います。これも2回リピートしてみましょうか。 triplets、 triplets。 You have been listening to 5 minutes English。お届けしましたのはイングリッシュドクター西澤ロイでした。それではまた来週お会いしましょう。
See you next week. Bye bye.